マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、自宅で焼き鳥パーティーをしていくぞということで、こちら買っちゃいました。ドドーン、自家製焼き鳥メーカーということで、これを使うと家でね、簡単に煙も出ずに焼き鳥が作れるというものなんです。でね、これね、なんと1ヶ月待ちだったんですよ、家届くまで。結構これ特殊な焼き鳥メーカーで、結構人気があって1ヶ月待ちという、そういうものです。で、どういう風に特殊なのかっていうのを今から開封して皆さんにご紹介していきたいと思います。ちなみに服装はなんか焼き鳥屋さんっぽくちょっとしてみました。はい、ということで早速開封していきましょう。では開けていきます。すごいね、これ楽しみだったんだよね。はい、おお、すごい、ほらほらほら、これ結構ね、おっきいでしょ。なんか普通の焼き鳥メーカーってこうさ、ひっくり返してひっくり返してっていうものだと思うんですけど、これはね全然違うんですよ。うわうわうわ、でかい。あ、うわ、あれ思ったよりちっちゃい。あれそしてじゃん、ということで、これだけ見たら皆さん意味不明でしょ。で、これを今から組み立てていきます。僕この音苦手なんですよね、発泡スチロールの音。説明書を見ながら組み立ててます。ちょっとね、僕もね初めてなんで使い方ね見なきゃ分かんないんですよね。で、パカッと閉じて、もうこれでほぼ完成じゃない。じゃーん、焼き鳥メーカー組み立て完了しました。で、今もうスイッチを入れちゃいました。どういう風に使うか分かるかな。本来ですね、この串をですね、こういう風に刺します。まあ、お肉をつけた状態で刺します。で、この中心からすごい熱が発せられるんで、その熱で焼き鳥を焼くんですけど、見て、ここがポイントなの、ここ。ほら、この串がさ、くるくる回ってるの分かります？まるでケバブ屋さんのお肉かのように、こう自動で焼き鳥とかのこう全部の面を焼いてくれるっていう、めちゃくちゃね、こうね、便利かつ簡単な焼き鳥メーカーなんです。で、このね、串刺すところ10本あるんで、これから10串いろんなね、串を作って、実際にこれを焼き鳥メーカーで焼いてみたいと思います。焼き鳥パーティーだね、これはね。はい、ということで実際に串作っていきましょう。では早速焼き鳥を作っていきたいと思うんですが、今回はですね、こちら、いろんな食材を買ってきました。ただの焼き鳥だけではなく、いろんな串を作って焼き鳥パーティーを楽しんでいきたいと思います。ではまずはネギマを作っていこう。ネギマ、ネギマ、ネギマ美味しいよね。夏になったらさ、ビールとさ、焼き鳥でさ、最高のさ、一日を過ごしたいところですけどね。今年はそういう風になるかな。一番外側だけはちょっと取りましょうね、衛生的にね。じゃあ洗って、でも回るから、そんなに大きいさ串作っちゃうと多分良くないよね。これぐらいかな。なんかバイト以来、学生時代のバイト以来だね、こういう串作るのね。なんか仕込みでよく作ってたからさ。よし、でもってこちらですね、まず刺しますと、ぐさっと、はい、こんな感じで、ここに、これでかいよね、この肉ね。半分に切ろう、半分に切ろう。これを、はい、こんな風に刺していきます。ぐさぐさぐさ、あっと、どう、いい感じじゃない。ネギマ、ネギマや。じゃーん、一つ目できました。形がいびつです。もう少しうまく作れるようになりたい。もう一本ネギマいこう。できたー、2本目。とりあえずネギマこれでオッケー。次はささみです。ささみもさ、わさびとこう食べると美味しいですよね。果たしてちゃんと回るのかっていうのが若干心配ではありますけど、これを刺していきます。ぐさ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 っと、おー、
ささみもできた。一応塩ね、さっきのももと合わせて振りましょう。絶対うまいわ。続いてはですね、こちらアスパラとベーコンで、アスパラベーコンでございます。うまいよね、アスパラベーコンね。アスパラってなんでこんなにうまいんでしょうね。ビビるぐらいうまくないですか。肉みたいだよね、なんかね。で、アスパラの串を作っていくんですけど、アスパラのなんか下の部分って繊維が多いらしいんで、ちょっとピューラーでこうね、繊維のその部分をちょっと取ってから、まあ串にしていきましょう。うわ、いい香りがするよ、アスパラの。うわー、いい香りー。で、これを串にしていきます。これぐらいかな。うわ、さっきのお肉と違っていいですね、この音がね。スパッて。では今切ったね、アスパラを巻いていきます。ベーコンを切りまして、これでくるくるくるっと巻いて刺していきます。くるくるくるっと、くる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 。あ、いいですね、美味しそうな感じで、これでぐさりと。あ、上手にできましたね。本当はテイク2だとは思えないぐらいに綺麗にこうね、巻きました。さっきはね、こういう風に横に切っちゃったんですけどね、大失敗しましたね、本当はね。全カットになっております。じゃーん、ということでアスパラベーコン巻きできました。これはうまいでしょ。そして続いてはですね、トマトベーコンでございます。これマジでうまいよね、夏って感じするよね、生飲みたくなるね。はい、作っていきます。綺麗にできたよ、ほら、イエーイ、できたー。これは最高だから、マジでうまいから。で、ラスト2本がですね、はい、こちらチーズを巻いて食べるチーズベーコンと、あとはこちらマッシュルームをどうせだったら焼いてみようってことでやっていきます。ただでかいんじゃないかな、半分に切らないとマッシュルームはダメそうですね。よし、やっていくぞー。うわ、すごい綺麗にできそう。くるくるくるっと、はい。このアプリには対応していません。誰？ぶっ刺していきましょう。刺すのが難しいですね。おりゃー、よーし、チーズベーコン串できました。で、最後がですね、こちらマッシュルームをぶっ刺していきたいと思うんですけど、可愛くない？これポンって可愛い、これ気球みたいマッシュルーム串もできました。じゃじゃーん、完成した串がこちらになります。じゃーん、ということで串10本作りました。で、これを実際にこちらの焼き鳥メーカーで焼いていきたいと思います。果たしてちゃんと焼けるのかな、ちゃんと回るのかっていうのも心配ですけど、じゃあちょっとこうやっていきましょうか。まずこれネギマゾーンでしょ。回るのかな、ちょっと大きく作りすぎた感はなくはないような気がするけど、回らなかったら間隔をこう開けてやればいいですからね、うん、別に焼けばいいですから。おお、すげえすげえ、簡単焼き鳥機や、本当に。で、これでスイッチを入れると、うわ、回ってる回ってる、めっちゃみんな回ってる、すごいこれでしっかり焼けるんだ。すごい楽しみ。一つ一つがちょっと大きく作りすぎちゃったかなと思ったんですけど、大丈夫ですね、これぐらいだったら全然全部うまい具合に回ってくれるわ。ということで、ぐるぐる回りながら焼いてるんですけど、ささみのところがしっかりこう焼けてきてますよね、外側から。で、このすごいところが、焼いてるんですけど煙が出ないんですよ。だから室内でもカーテンの汚れとかそういうの気にせず焼き鳥が楽しめちゃうっていうのが、まあいいところなんですけど、まあ難点、今やってて思った難点としては、まあ焼くのに時間かかりそうです。うん、数十分かかるんじゃないかなっていう雰囲気はあるんで、まあ気長にね、のんびり待ちたいと思います。わ、アスパラベーコン、アスパラベーコンめっちゃ美味しそうな感じになってる。うわ、すごい、うわ、チーズベーコンも、うわ、チーズベーコン垂れちゃうよ、これ垂れちゃう、垂れちゃう、これもうチーズベーコンはいいんじゃないかね。え、チーズベーコンのチーズがね、もうね垂れちゃう。
ほら、もうやばい。これお皿持ってこよう。お皿では焼けたものから食べていこうと思うんですけど、まずはチーズベーコン。うわ、ほらこの肉汁とこうね、チーズのこうなんかが垂れてる感じ、たまんないっすね。うわー、ではいただいてみましょう。いただきます。熱い。もうちょいだ。もうちょいですね。美味しいけど熱っ。美味しい。チーズベーコンうまい。このチーズのふわふわなのとベーコンの香ばしさ、もう最高です。あ、やばいやばい。あ、特にほらほらほら、もう伸びる。ちゃんと火通ってますね。うまい。アスパラベーコンいっちゃいましょうか。うわ、ほらこの湯気がさっきよりあったかそうですね。いただきます。うまい。これは最高だ。マジうまい。このアスパラのベーコン、いや、アスパラのジューシーさ、うまっ。うまい。ということで着々と焼けてまいりました。次はこれもういいかな、トマトベーコン。あ、ちゃんと焼き目がついてますね。ほらこのトマトのさ、表面の皮がさ、こうシワがシワになってる感じ、これがまたいいですよね。いただきます。あっ、あれめちゃくちゃうまいっすね。え、これマジ有能。めっちゃいい感じに串が出来上がります。熱いけど。では続いてマッシュルーム食べてみましょう。うん、香ばしいけど、これあれかもしんない、ジェノベーゼとかつけて食べたらよりうまいかもしんない。いやでもこのまま素材の味を楽しむのもいいな。いや美味しい。でやっぱりね、お肉は焼けるの時間かかりますね。あの特にももちゃんと焼かないと危ないけど、でもささみは結構いい感じで焼けてきてるぞ。これはもうちょいでいいんじゃないかな。なんかこのさ、いろんな串作ってできたものからこう食べていくの、なんか臨場感あっていいですよね。お店に来たみたいです。ということで焼けてきました。次はささみがしっかりと焼けたので、これにわさびをこうつけて、こんな感じ、わさびをつけまして、これで食べてみましょう。いただきます。うん、うまーい。しっかり焼けてて、この生わさびの鼻にツーンと少しくる感じが最高。爽やか。いや、ほら中までしっかり焼けてますね。うん、おいしい。ツーンきた。これも美味しい。そして最後の串ができました。ネギマでございます。うわ油がほら垂れてくる感じ。じゃあちょっとこのね、ネギがあの焦げ目ついてないですけど、多分これは火通ってると思うんですよね。いただきます。うん、おいしい。ネギ甘っ。いや、すっごいいい感じで火通ってますね。ネギの甘さがむしろ際立つ。これすごくいい。なんかで今ね、焼きながら思ったんですけど、いろんな串焼いてると、あの徐々にで焼けるじゃないですか。だからこう飲みながらとか、みんなでパーティーしてる時に、あ、できた、食べるみたいなね、まあ、なんかそういうなんか楽しさもこうできますよね。もうすごくいいものですこれ。うまい。
ということで、じゃーん、串全部食べちゃいました。お腹いっぱい。ただこの焼き鳥メーカーめちゃくちゃ良かったです。これ言うの、これね、楽天で買ったんですけど、ぜひですね、皆さんもね、興味がある方は動画概要欄のリンクからチェックしてみてください。美味しく楽しく焼き鳥が食べれるようになります。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。おまけ、これさ、今のところはいいけどさ、掃除はどうなんだろうね。これ掃除するのが結構めんどくさそうじゃないですか。ってことで掃除していきましょう。あれ、パカって取れないの、これ。あれ取れると思ったんだけど、冷ましてからじゃなきゃやっぱ無理か。この串のやつ全部取ってからじゃなきゃ無理だ、これ。冷えました。あ、え、冷えたら普通に取れたんですけど、こうやって。これあったかい時は取れないとか、そういう風になってるのかもしれない。で、これで掃除をこのままできるのか。こうやってこのまま洗剤をつけて掃除できるね。あ、これは楽じゃない。このままさ置いて、もうこのまま洗剤とともに掃除しちゃえばさ、まあ、簡単に一応掃除自体はできますね。なんか思ってたより大変じゃないかも、この掃除。もっと大変かなと思ったけど、ただこの中身がをしっかり取るためにちょっとつけなきゃいけないかもしれないっていう。ただ、まあ、わりかし掃除しやすいんで、まあ、そういう面でも意外と使いやすいなっていう印象です。